僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いているものです。僕は任天堂信者。昨日ね、ミリオンダウトっていうさ、大富豪とダウトのね、合わさったね、かなりよくできた対人ゲームがあるの。対人ゲーム1対1の。あれの大会に行きまして、勝間和代って人知ってる？人狼とかでよく見る人狼放送。何の人だっけ？その勝間和代さんのプロデュースしてる店でね、開催されたんだけどさ、五反田にあって。で、僕はそのミリオンダート大会ね、ここフィレンツェでもやろうと思ってて、どういう運営してんのかも気になったからさ、一応行ったわけ。あと自信があったからさ。そしたらね、もうね、タイトルの通りですよ。負けなし30人ぐらい集まってたかな。で、3回戦は勝間和代さんとやりましたけど、完封勝ちだからね、僕完全に。1対1の戦いだから、ずっと4回戦やるのね。全部勝ちだから。4回戦全部勝ち。これ3回戦で僕にボロクソ負けた後の笑顔だから。嘘笑顔だから。そして僕はこの勝ち誇った顔を見て。ウィンウィン。なんか変なウィンウィンのポーズしてくださいって言われてさ、ウィンウィンのポーズさせられたけどさ。だってこの大会はここでしかやってないんだから、現状ね。つまり僕が世界一。なんかね、毎月やるらしいから、これから君たち精進してね、やってごらん。まずは手札が7枚なのね。7枚で勝利条件は相手を11枚以上にして、相手をバーストさせる。もしくは自分の7枚を0枚にする。そのどっちかなんだけど、優れた勝ち方は相手を11枚以上にしてバーストさせることなの。ボクシングでいうところの KO 勝ちね。だからそれをまず視野に入れつつ、僕は最終形を常に見てる。7枚パッて配られた時点で、どのようにすればこの7枚をなくせるか、そして相手を11枚以上にさせる。それをパッとこう頭の中で計算して、そこからそう、遡った上で最初の一手を出すからね。ミリオンダートが運ゲーって言ってるやつさ、悔い改めた方がいいと思うよ。確かに一戦一戦を見れば運ゲーかもしれないけど、相手を読んで、しかもリアルだとさ、サインがすごく出るから。僕ってポーカーから培ってるんですけど、人のサインをね、見逃さないの。あと自分の間違ったサインを出すのが得意なの。なら、相手に逆のダウトをさせることも得意だから、ゲームだと手札で結構決まるって言ってるわね。やっぱね、ポーカーもね、そういうこと言うやついるんだけど、その先、そのね、このハードルを1個超えた向こう側の世界を君は見ずにこうやって書いてるだけなの。僕はテキサスホールデムもそうだけど、最初はそう、こんなの運ゲーじゃんと思っちゃう。手札次第じゃん。でも、ポーカーも言ってんじゃん。ハンドじゃなくてシチュエーションなんだよ。ミリオンダウトも同じ。ハンドじゃなくてシチュエーション。ダウト、相手の嘘を見抜けばいいんじゃなくて、自分がこのダウトにとって損と得、どっちがオッズに照らし合わせて、このダウトは別に相手が嘘だろうが正解だろうが、自分にとってリスクが少なくて、リターンの方が多いと思えばダウトをすると。そういうのを前提に、確率を前提として、あとは相手とのね、心理戦が入るわけ。こんぐらいのことまで考えてるやつがあるか？そう、僕ってね、ゲーム強いのなんでかっていうと、飲み込みが早いんですよ。だいたいポンってやった時に、あ、このゲームはこうやれば、一番期待値がプラスな動きなんだなとかさ、これ実際じゃプレイしてやろうか、今から僕の世界のプレイ見せてやろうか。まず一つのね、真の実力ランキングから見せるわ。僕はですね、7位ですね、7位。これね、上の方、こいつら全員廃人だから、僕以外のこいつら全員は、もうミリオンダウトしか人生の楽しみがない廃人なわけ。その中で、僕一人だけ、違う違う、お前もじゃない、僕は違うよ。僕一人だけその実力を兼ね備えてるさ、その人間なわけ。だからこっちはもう無視していいから。つまり実質世界一は僕なんだよね。じゃあ今から見せます。どういうゲームなのか、やればすぐわかるから。さあ来たぞ。はい、勝負します。まず手札7番。相手もゲスト。これ、相手見てねえだろうな。相手今始めたやつじゃねえのか。相手見てたら絶対負けるんだけど。これ厳しいわ。手札も厳しいけど、僕はそういうのでも、負けません。とりあえず7から出します。これはですね、損害を増やさない方向でいきます。ニコ生やるっていう雰囲気じゃない。8切りってしてるみんな。8だともう無条件で切られちゃう。8はね、結構いい。あとは11バック。うわ、出たこれ。こいつ、嘘くせえこれ。7、これ、でも僕の見られてたら終わりじゃん。大富豪プラスダウト。こうやってですね、7、7、7よりもこっちは上があるんだぞっつうの見せるの。これダウトされたらやばいからね。ダウトすんなよ、もし見てたら。これが本物の、押しする。ざまあ、僕のやつに引っかかってやる。これで3枚出してきたら、ぶちのめすからね。これ絶対ダウトでしょ。これ、
あえてジョーカーを見せてるっていうのはですね、自信がないからジョーカーを見せてるんですよ。ジョーカーがあったとしても、ここに必須なのはエース。エースは絶対必須だから。エースプラスもう一個だから、こんなの絶対ダウトだよ。バカが。なんなん、あ、くそ。はい、ざまあ、見た？わかる？まず最初も嘘だったの、こいつ。そして、僕も嘘ついたんだけど、こいつもほら、クイーン、キングなんだけど、これ全部、だからこれ全部ね、じゃとりあえずこれを外して、これで好きなのを落ち着けられるから、結構むずいな。あ、まあいいや。ちょっと時間ないんで、ここは。5、7、これで。ピピ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 。はい、このぐらいで。ピピピピピピ、計算。こんだけ渡します。今の賢いでしょ。で、あいつ3持ってなかったよな、確か。それで、あえてこうやってね、ジャックを出すんですよ。これ自分が2を持ってんだけど、あえてこの11バックをすることで自分が2を持ってることを消してんの。自分の2を持ってる気配を消してるわけ。うん。で、これでですね、どうしようかな。終わり、こうパスしようかな。ここはパスなんだな。相手のもう手札が分かってるから。これ価値格だから。うん。いや、今のね、縛られちゃったの。同じマーク2回連続でやると、その同じマーク以外出せない。いや、違うよ。今ので 3を裏返しするのって素人だから。もうこれでいいんだよ。うん。今の素人だよ。相手に、ほら、これで相手に3枚残したでしょ。これでもし1枚につき1000円かけてたら3000円の勝ちだから。はい、3000円の勝ち。このちょっとした時間で3000円勝っていくから。強いっしょ。これがプロのミリオンダウト。でもさ、あの3枚の裏出し完璧だったでしょ、あれ。あれ嘘だったんだよ。他の素人だったらこんなに全然勝てないよ。素人じゃこんなに勝てないから。また1500、これ見てんだろ。1500っていうのは始めたばっかりってことだから。見てたらもう絶対負けるからな。今回もね、これ相当厳しいハンドだから。これはね、この厳しいハンドの状況を見たらダウトせざるを得ない。なんでかっていうと、この正解だとしても、ちょっとでも材料が欲しい。そう、例えばこれ5がこれ来るじゃん。したら自分の5と合体するから、5は利用価値がある、あのカードになるわけ。ほら、1枚渡しだけど、こっちに5もともとあるから、これでまたこれを後から有効に使ってやるから。今ね、ここでね、プロはですね、今クローバーの5を自分が受け取ったってことをずっと覚えておくこと。これで間違えてこっちを、で、ここはですね、もうこうやってですね、8切りでですね、少しでも減らす。うん、8切りで少しでも減らす。そして、こうやって3と4いらないやつをとりあえず裏出しする。これペアですよって、ペア主張。これペア主張だから。うん、これスルーされたら儲けもんだよ。3と4をさ、消せるわけだから。いらねえハンドを。ああ、やられた。ダウトやられた。まあ、しゃあねえ、しゃあねえ。これ、こいつ見てんだろ。お前見てんだろ。知ってんだよ。見てたら意味ないんだよ。それつまんないことやんないで。おい。お前どうせ見てんだろ。ここはですね。これはスルーしてですね。今度はもう一回もうこっちももう一回これやる。5。5だけど、あえて2枚裏出し。あえて5を見せずに裏出しした。あ、スルーされた。もういいや。あとはもう、枚数減らすことしか考えないから。よし、パスした。なんだこいつ。下手だな。相手の手見てても勝てないんじゃない君。こういう場合はですね、もう、しょうがない。この4。なんで3を残すか。11バックに対応してんの。11バックで11ジャックを出されると、一番強いのが3になるから、その時のケアのために3を残してます、僕は。これもプロなんだよな。あ、よし、もう十分十分。これはですね、もうね、もういいの。3枚残し、3枚3000円で抑えたからいいよ。あのハンドで3000円で抑えればいいって考え方。わかる？あ、もう今、相手の手札の枚数ちょっと見落としてたわ。しょうがない、しょうがない。3000円で済んだから、今これで0円だから、さっき3000円買って今3000円負けたから。で、ここでガツンと勝てば勝ちだから、今日は。あ、こいつは勝ちだな。名前つけてるし、レートがちゃんとしてるから。またちょっと、まあ苦しいハンドだけど、戦えないことはないな。
いや、でも苦しいわ、やっぱ。とりあえずね、この10、こういう場合はね、10出し。10出しする。裏出しされたらダウトするから。10あたりっていうのは、その、絶妙なんだよ、これ。真ん中あたり。これ裏出し、これダウトするから。なんでかっていうと、このダウトに対して、こっち、これ上の方の数値が切れても、それって僕にとって使えるハンドだから。ほらな。こういうふうにね、まんまと罠に引っかかるんですよ。で、これ、なんでかっていうと、これ10より大きいの出させても、こっちにとっては使えるんですよ。11、12、13、12だったらもう最高じゃん。で、ここで相手に1枚増えたところで、1、2、3、4、5、6、7、8枚あるでしょ ?8 枚あったところで、これっていうのはダウトがしづらいんですよ。つまり8枚の時に3枚のダウトに失敗したらバーストしちゃうから、11枚はバーストだから。だから1個押し付けてからのこの3枚出しね。これプロだぜ、ほんと。めちゃくちゃプロ。ほら、スルーしたでしょ。これは完璧なんだよ。こいつは自分が11枚になったら負けるの知ってるから、これにダウトしづらいんですよ。これめっちゃ賢いよ。ここなんだよ、問題は。ここですね。これ、僕がこれダウトで成功すれば、相手をバーストにできるんですよ。ただし、これみんなどう思う？これダウトするとほぼ勝てなくなるよ。いくか、ダウト。これ本当はダウトしないから。ほらな、ダウトしないんだよ、本当は。本当はダウトしないんだよ、ここ。僕、家でやってたら絶対ダウトしないから。だって、そうすればさ、ダウトしなければ残り2枚なんだから。もう2は絶対勝てんだから。ほら、こんなクソみたいな押し付けられてもう終わりじゃん。ああ、今の家でやってたら絶対ダウトしないから。君たちがダウトしろっていうコメントがあったから僕はダウトしちゃっただけで、君らのせいなんですよ。ああ、しょうもねえな。いや、言い訳じゃないよ。そう、まあいいや、少しでも減らす。少しでもね、この損害を減らす。もうそろそろ2が出てくるよ、これ。そろそろ2が出てくる。あ、ダウトしてるの。バカや、こいつ。めっちゃバカ。めっちゃバカ、こいつ。もうね、ゴミ、人間のゴミ。今のプレイ、ゴミですよ、あなた。4、6、5、7。脱線。これダイヤの5でも来ると思ったんじゃないの。はい、クソ。いやー、よくやるよ。こういうことやってちゃ君一生勝てないよ。人生も一生勝てないよ。おい、みちゃ見てるか。君こういうことやったら一生勝てないから、人生常に負け組だから。ここはね、うん、裏出しする意味がないんだよ。この手牌は上げなくていいから。どうすかな。あ、でも裏出ししない。これは2で確実に勝っていく。そうしないとジョーカーケアもあるけどね、うん、はい。で、ここね、これ、クイーン出すでしょ。これはね、どんな手が出ても絶対ダウトします。100% ダウトするから、ここ。100% ダウト。うん。なぜなら、ほらね。はい。6000円の勝ちです。見ました？ 6000 円の勝ち。この一瞬で。やっぱね、諦めない。最後まで諦めない姿勢だよね。これなんだな。もうダメ。もうこれで。あ、まだハート1個あった。最後。よし。最後。ジョーカー2。あ、1694。なかなかのハイレート。でも、ハンドがかなりこっちもいい。これはね、逆に難しいんだよな、こういうハンド、普通に。まあいいや、ちょっと。ここはね、7いくか。とりあえず7。うん。これ本当面白いから。すげえよくできてんだよ。11枚がバーストっていうのがベストだから。11枚でバーストがね、めっちゃ7枚初期7枚で11枚つうのが完全によくできてるっていうこと。じゃあ、こっから僕のプロのプレイ見せてやるよ。ここで、相手が例えばここで3出してきたときに裏出しができるんですよ。ジョーカー期待の、これ。相手3出してくると思うよ。3出してきたときに僕はいらないのを裏出しするから。8だったらちょっとやだな。5でしょ。あ、普通に5だわ。普通に5だからこれ。4を、この裏出しし、あ、待てよ。あ、どうしようかな。まあ、いいや、4裏出ししとこう。この辺のね、低い方のね、ダウトって余計にしづらいの。全くいらない手になっちゃうから。低い方のダウトはすごくしづらいんですよ。うん、ほら、迷ってる。どうすんだ、ジョーカー2、おい、うん。あと、枚数が重なって、この枚数が重なれば重なるほどダウトがしづらい。バーストにどんどん近づいちゃうから。
しかも僕この手でもうほぼね、あ、スルーした。悩んだ末のスルー。ここでもう一回裏出ししてくるかどうか。ここで裏出しして、あ、パス。いや、チキンだな。僕なら裏出しするね。僕なら裏出しします。そしたら、ここのジャック、クイーンでですね、もう、この2が控えてるから、向こうにジョーカーがないことも今のプレイで判明したでしょ。今、ジョーカーあれば、裏出しジョーカーでもよかったわけだし、ジョーカー出してもよかったわけだ。うん。ここはですね、じゃあ確実に4000円を取りに行きます。ここね、ダウトしてもいいんだけど、確実に4000円取りたければこう。これが確実。で、もうこれジョーカー裏で来たら、よし。で、ここなんで、もうジョーカーないの。ジョーカーない相手は、ジョーカーあれば出すタイミングを今まで2回あったのに出さなかったから。ジョーカーありません。ここで裏出ししても絶対だと。で、最後はですね、自分の情報を出さないために裏にして出すと。はい。4000円、トータル1万円の価値です。これで僕はですね、世界一だから今実質。特にね、これオンラインもあるけど、リアルだともっと情報が出るからさ、リアルだとどん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 サインが出るの。あのね、リアルで僕、ハイパイ絶対にこう、配られた時には、もうバラバラの状態でプレイするから。変にね、こっち側に強いのとか集めるね、ど素人いるんだけど、そしたらもう出てくるところを見たらバレバレだから。あとさ、バースト、ダウトしてさ、成功した時にさ、押し付けるじゃん、カードを。そして入れたら、僕は絶対にシャッフルするから。これシャッフルしないで、入れたのはどこに入れたかも全部覚えてるから、そっから出したらもうバレバレなんですよ。今まで僕はですね、2500試合ぐらい今のをやってます。もういろんなシチュエーション、やっぱね、ポーカーもそうなんだけど、結局はね、そのシチュエーションを頭に叩き込むのには、まあ、ある程度の経験が必要なんだよね。そのシチュエーションあった上での裏を書くかどうするか、リアルでアオリプレイ昨日しまくったよ。で、みんなが、なんかこ勝間さんとかが、こうなるとなんか弱い方を応援したくなっちゃうなって言って、全員がね、僕の相手のね、雑魚を応援してたからね、そういう中で、相手にジョーカー2枚、手札に相手にジョーカー2枚入ったのが2回あったのね。それでも僕はそれを跳ね抜けて勝ってるわけ。すごすぎるよな。うん、しかも1回の最悪の手札でさ、一番強いのがジャックっていう時があったの。で、あとバラバラでペアが1個しかない。そういう時もですね、僕は先行だったから、めちゃくちゃな4枚を自信満々に出したら、4枚っていうのは革命で、あの3が一番強くなっちゃう。その4枚以降はね。でその4枚を、めちゃくちゃな4枚を相手は、ダウトできないんですよ。僕のシチュエーションと自信と本物っぽさを演出して、でしかも初手で4枚出すと自分7枚だからダウトが失敗した時点でバーストしちゃうんですよ。いや、僕はあの宣伝とかじゃない、面白いゲームを面白いって言ってるだけ。本当面白いもんこれ。